はい、お疲れ様です。ロイヤルクエストの感想動画後編という風な形です。思った以上に結構長くなってしまったんで、前半後編で分けてあるんで、これの1個前が第1から第5で、これは後編で第6以降の、メインイベントまで、はい、いろいろ喋っていきますんで、引き続きよろしくお願いいたします。はい、はい、続きまして第6試合いきます。海の成田のタッグ初始動、海の成田組と王冠明組、はい、この試合は10分から14分ぐらいの間で、海の選手が明から、ピンホールというふうな形でした。はい、で入場なんですけど、この海の成田組はお互いのテーマの合体バージョンでしたね。最初海の選手から曲かかって、で途中で成田の曲に切り替わる、まあそれの交互の繰り返しっていう風な、そんな感じでしたね。で入場は海の選手はいつも通り客席から入って、で途中で成田選手のフェーズに変わった時に成田選手は花道側から普通に入るっていう風な感じで、うん、ただ途中でこうタイミングでこの曲が海野選手と成田選手のに交互に切り替わるんで、なんかちょっと新鮮だったのが、この海野選手がこの客席とハイタッチとかしてる時がこの成田選手の曲でこう海野選手がこうハイタッチしてるっていう、そういうシーンとかもあって、まあこれも新鮮でしたね。今までなかったじゃないですか、海野選手の曲って、海野選手の入場ってもう全部単独だったんで、海野選手が他の誰かの曲でこうハイタッチしてるシーンとかってほとんど見た記憶ないんで、うん、まあこれもちょっと新鮮でしたね。はい、まあそんなところっすね。うん、でまあタッグワークとかその辺見たら、まあ普通に組んでましたね普通に組んで普通に連携とかやってましたね。うん、だからなんかこれ見て思ったんですけど、この海の成田組って2004年2005年あたりにやってた棚橋中村のまあオマージュっていうか、うん、なんかその辺をモチーフにしてんのかなっていうのをちょっとうっすら感じましたかね。うん、あの時も棚橋さんと中村さんが組んでちょっと上の世代に、立ち向かっていくみたいな、そういうシーンだったんですけども、うん、なんか今回の海の成田組っていうのはなんかそれをちょっとね感じるかなという風なところではありますね。はい、でちょっと予想外れましたね。うん、成田選手が取って明からね、成田選手が明から取って次の挑戦者成田かなって予想してたんですけど、まあちょっと意外でしたね。はい、まあそんなところですね。はい、以上です。で続きまして第7試合、真田同期組対、内藤武士組、はい、これは最後内藤さんが綺麗なデスティーノで、はい、同期選手から取りました。はい、まあ無難な、まあ普通の前哨戦っていう風な感じですね。うん、で試合中印象残ったのは、なんか真田同期組がちょっとブーイング食らってたかなっていう、そんな感じなんですよ。内藤さんが相手が場外に出た時にリング走って寝そべりポーズするじゃないですか。あれをやった時に後ろから同期が割って入ってそのシーンをこう妨害したんですよね。そしたらこうブーイングが起きて、そこからなんかこう真田同期がやる攻撃に結構ブーイングが起こるようになったり、真田選手がやるパラダイスにブーイングとか、うん、なんかこの真田同期がなんかもうヒール的な感じの、シチュエーションになったかなっていう、そんな感じですね。うん、まあこれは、まあ、内藤人気っていうところがイギリスにも反映してるっていう、まあそういうところもあってだと思うんですけども、でまあこの前哨戦見て思ったんですけども、やっぱりこの真田内藤の今回の東京ドームに向けての試合って、やっぱり観客支持率って内藤選手の方が圧倒的に上回るんじゃないのかなっていう、そんな気がしますね。まあ前哨戦 のスタートが今回海外だったんで、まあちょっと特殊なシチュエーションではあったんですけども、まあ果たして次日本で始まった時に、この支持率っていうのは果たして一体どうなるのかなっていうところは思いますね。まあおそらく内藤選手の方が、そういう支持率的なのはやっぱ優勢に立つんじゃないのかなというふうな、そんな気配を
感じた、この前哨戦だったかなというふうに思いますね、はい、であともう一個言うと、最後真田選手と内藤選手がベルトと権利書のをかお互い持って睨み合うシーンがあったんですよ。でその睨み合ってるシーンの時に横から武士選手が不意打ちで毒斬りを吐くんですよね。で真田選手がこの毒斬りまみれになるっていうそのシーンがあったんですけども、なんかねその時のね真田選手のこのリアクションがちょっといまいちで、なんかあんまりこの毒斬りを食らってうわやられたみたいな、なんかそういう絵面がちょっと微妙だったんですよね。うん、だから毒斬りねせっかく食らったんだからね、もうせっかくだからもうのた打ち回るぐらいの、ちょっとそういうリアクションしてよっていう感じにはなりましたね。なんかなんだろう、もう極端すぎるあれですけど、なんかちょっと汚いものかかって、うわなんかかかったみたいな、なんかリアクション薄かったんですよね。だからね、なんかやっぱりこの間の真田イービルの時の真田選手のヒーローショーがいまいちだったっていうところとやっぱ通ずるんですけども、やっぱ真田選手のねこのやられた時のそのところどころのリアクションっていうところがね、ちょっと今回の毒斬りでもちょっといまいちだったかなっていう風な、そんなところっすね。まあ言うてもまあ一応ちゃんと真田選手もリアクションは取ってるんですけど、でまあ人によっては全然ちゃんとリアクション取ってるじゃんっていう見方になるかもしれないですけども、僕的には今回の真田選手の毒斬り受けは僕好みの毒斬り受けではなかった。毒斬りなんだからもうちょっと毒牙にかかってほしかったなみたいな、ちょっとだいぶちょっと昔になっちゃうんですけども、前に田尻選手が G1 に出てた時とか、まあ毒斬りいろんな選手にやってて、その時にねやっぱ棚橋さんとか結構いいやっぱリアクション取ってたんですよね。真壁さんとかはねもう最高だったね。毒斬り食らってブワーみたいなすんげえもう最高のリアクション取ってたの僕過去に見てきてるんで、この田尻対真壁確か YouTube で確か残ってたと思うんですけども、いやもうほんとね最高のリアクションとか僕見てきてるんで、やっぱどうしてもそこと比べた時にねサナヤンのリアクションはねちょっとやっぱ浅かったなっていう、まあそんなところっすね。はい、まあ僕の、まあこの試合の感想の、ハイライトシーンの1個でした。はい、まあそんなところです。以上です。はい、続きまして第8試合、6人タッグ、エディキン、タナーさん、マイケル・オク VS ヘナーレ、コブ、TJP。 はい、まあテーマ的にはエディとヘナーレの前哨戦って感じなんですけども、最後はマイケル・オクが TJP から十字固め的なので丸め込みで、はい、勝ちましたね。なんか最後のこの TJP とマイケル・オックのフィニッシュもちょっとぐだっちゃって、なんかフィニッシュもちょっと微妙な空気になって終わったかなっていう、そんな感じの印象です。はい、でちょっとこの辺りからちょっとぶっちゃけちょっともう早めに終わってくんねえかなみたいなそんな気持ちにちょっとなってたんですよね。試合数多かったんで、で今大会全部で4時間だったんですよね。だからもうちょっとこの辺になるとちょっと疲れてきちゃったんで、ああちょっと早く終わんねえかな、ちょっと早くメイン見たいからちょっと早めに終わってくんねえかなみたいな、まあそんな気持ちにちょっとなり始めてた第8試合でありました。はい、まあそんなところですね。まあ特に試合後に大きい動きとかはなかったっすね。はい、でマイケル・オク選手って今のレボプロのチャンピオンですよね。まあ新日でいうこの IWGP 世界ヘビー王者的な、まあそういうポジションの選手なんですかね。まああんまりこう際立って目立ったシーンとかはなかったんですけど、まあハイフライ系のまあバネのある選手だなっていう、まあ今のところそんな感じの印象ですね。はい、まあそんなところですね。はい、で続きましてセミファイナル、石井智弘対高木慎吾。はい、この試合はまあもういつ見てももう安心安定の味、高木石井っていう、まあそんな感じですね。僕の鼻感でこの間でやった G1 よりも面白かったかなっていう、まあそんな感じですね。まあ高木石井ってまあいつどこでやっても
安定の味するんですけども、うん、まあまさしく、うん、今日も安定の味で、はい、まあいつも以上の、まあいつも通りのもう高木石っていう風な感じですね。はい、試合は何分だ、20分ちょいぐらいっていう風な感じですかね。うん、まあ、そんなところっすね。で最後ラストオブドラゴンでフィニッシュ決めて、うん、まあいい試合でしたね。まあレスリングオブザーバー評価で多分星 4.5 あたりとかそんぐらいの試合だったかなっていう、まあそんな感じです。はい、あでこの試合後にタマトンガが入ってきて、タマトンガと高木のネバー戦が決定する流れになって、で次のその実施されるのが 10.28 のアメリカでしたね。僕これの前の前の動画で11月の方のアメリカって言っちゃったんですけど、あの僕の勘違いでしたね。 10.28 の方っぽいですね。はい、そんなところです。以上です。はい、最後にメインイベント UK 選手権オスプレイザック戦。はい、いやー素晴らしかった。うん、なんかもう時間も多分30分ぐらいですかね、やってたの。いやーなんかもう時間忘れちゃいましたね。うん、時間忘れたのプラスなんだろう、もう本当勝敗云々っていうのもちょっと忘れちゃうぐらい本当にもうハラハラドキドキする攻防だったんで、うん、やっぱりもうさすがオスプレイザックだなっていう、うん、まあそんな感じですね。うん、まあ一言で言うと、まあ神試合のうちの一個っすね。うん、まあね、元ね、本来っていうか、ね、普通に見た時にこの試合って絶対オスプレイ勝つよねっていう風な見方になるんですけれども、ただこう試合を見ていくうちに、なんかそのどうせオスプレイが勝つんでしょっていう、そのどうせっていう、うん、なんかそういう規定路線とかそういうめんどくさいところをなんか一気にこう忘れさせられたかなっていう、そんな感じですね。うん、あれザックこれそのまま勝つんじゃないっていう、うん、そういうシーンとかがいくつもいくつもあったんで、うん、なんかなかなかね、この僕ももう擦れてしまったファンのうちの一人なんで、どうせこっち勝つやんみたいな、ちょっと冷めた目でその試合を見る割合の方が圧倒的に高いんですけども、なんかそういう冷めた、うん、どうせこっちが勝つ人とか、うん、そういう冷めた目線っていうのを一切もう外されましたね。うん、なかなかこういう気持ちになるのって本当に限られてきてるんで、うん、だから今回はねすごくいいものを 見たなっていう、まあそんな感じっすね。はい、レスリングオブザーバー評価でまあ星 5.5 とか星6ぐらいいきそうかなっていう、まあそんな感じですね。うん、で最後の試合後はオスプレイとザックが、まあ、試合後に、お互いのこうバンテージを外して、まあ絶対これ握手するだろうなっていう、健闘をたたえるだろうなっていう、まあそういうシーンが生まれてたんですけども、確かオスプレイがザックにこう右手を差し出すのかな、うん、でザックが無難にこれ握手で返すのかなと思いきや、まあその時ザックが通った行動はオスプレイにキスをするっていう、うん、えそう来るんだ、無難な握手じゃないんだっていう、まあびっくりですね。もうオスプレイにねキスして許されるのはもうザックぐらいでしょっていう、そんな感じですね。うん、でそのねザックからキスを受けたオスプレイが、うん、ちょっと涙ぐんでるっていうね、そういう表情になっててですね、うん、なんか無難な握手、なんか握手以上のものを、うん、ザックが、うん、表明したんだなっていう、まあそんな感じですね。いやー本当に素晴らしかったですね。なんかやっぱりこのシーンを見て改めて思ったんですけど、やっぱりもうオスプレイザックのとりあえずこの新日本プロレスの試合でのまあ最終回だったんじゃないのかなと、まあそんな気はしますね。うん、それはこの試合の、テイストであったり、うん、この最後のザックの行動とかそういうのも全部含めた上で、まあオスプレイザックの、うん、最終回だったのかなというふうに感じましたね。うん、でまあそれプラスこのザックオスプレイって今まで何回か新ね日本国内でもやってましたけれども、なんかこの2人を
このオスプレイ対ザックっていうこの黄金カードを、今まで見れて、今までこう国内で見れてたのってすげえ贅沢な時間だったなっていう、そんな気持ちも改めて、生まれましたね。でまあちょっとわがままなこと言うと、なんかまだもう少し、もう一回くらいこのザックオスプレイをこう国内でやって現地で見たいなっていう、ちょっとそんな贅沢な気持ちはどうしても出ちゃいましたね。まああわよくばやっぱりこの試合を見るとこのザック・オスプレイもまだ見たいっていう気持ちはもちろんそうだし、まあ何より、このオスプレイの試合を国内で現地でこの見れるこのね、この贅沢な時間、この幸せな時間、ちょっともうちょっとあと何年かはそこの幸せな時間は欲しいなっていう、そんな気持ちもまたちょっと強くなっちゃったかなっていうところっすね。やっぱりこの試合もそうだし、この入場もそうだし、終わった後のやっぱこの爽快感、ここのワンセット、ここのね贅沢な時間をね、まあこれから先ずっととまでは言わないですけども、もうあと1年、あわよくはもう2年くらい、ちょっと続けたいなっていう、そんな気持ちはどうしても出ちゃいましたね。まあもう僕はもうオスプレイは多分今年で最後っていう前提でいろいろ物事を話してるんですけれども、まあそんなところっすね。はい、まあとにかく素晴らしかったっす。はい、以上です。はい、もっと喋ると長くなりそうなんで、はい、とりあえずオスプレイザック戦に関してはまあこの辺にしておきます。はいはい、で一応試合後のやり取りなんですけれども、ちょっと公式もちょっと詳細の情報ちらほら出てきたんで、この辺を一応解説しようかなと思うんですけども、試合後オスプレイがマイク取って、まずはオスプレイから、まあ、ザックに対してのリスペクトのマイクですね。まあザックは本当に素晴らしいレスラーだっていう、まあそういった、ザックへの敬意、それを言葉にした後に、この世界で一番強い俺にかかってくるやつは誰かいるか的なニュアンスを発した時に現れたのが海野翔太選手で、海野選手が現れて、まあ若干オスプレイがちょっと嘲笑うかのように、お前が来るのか、お前は何回もう俺に負けてるよなみたいな、まあそういうニュアンスを、まあオスプレイが、発すると。はい、でそれに対して海野選手はちょっとオスプレイを挑発するような、なんかちょっと下品なこうセリフを発したようで、まあその下品な内容みたいな、そういう細かいニュアンスとかは分かんないですけども、まあオスプレイを挑発する、まあ、セリフを吐かれたわけで、でそれに対してオスプレイが、そんな汚いセリフは誰から教わったんだいと発したところに、海野選手がジョン・マークスリーと、コメントを出しましたと。はい、でその海野選手のコメントに対して、オーカーンも一緒に入ってきて、オーカーンも海野選手に突っかかるんですよね。おいお前何言ってんだこの野郎みたいな感じで、ちょっと軽くこう突き飛ばす、オーカーン選手だったんですけれども、でそれを聞いたオスプレイが、あだったらお前の挑戦を受ける代わりにも、まあ俺も条件を出す、オーカーンとモクスリーを試合をしろと、そして俺はお前海野と試合をする、これで、まあ、取引をしようかっていう、でそれでお互いが納得し合って、最後は海野と、オスプレイが睨み合ってという風な形で、次期シリーズの大阪ですね、大阪でオーカーン対モクスリー、海野対オスプレイが、ほぼほぼ決定する流れが出来上がったという風な形ですね。はい、ちょっといまいち分かりづらかったらごめんなさいですけども、はい、まあこういう風な形で次期シリーズの流れが出来上がりました。はい、で最後はギデオン・グレイも呼んで、ギデオン・グレイが、ユナイテッド・エンパイア最高みたいな、そういう風な、言葉を発して、この素晴らしい大会が幕を下ろされましたという風な大会でございました。はいはい、というわけでですね、いやー大阪のカードいいっすね、この流れだと。僕はてっきりオスプレイになりたっていうね、なんかこう無難すぎるし、なんかいまいちそこまでこう乗り切れないようなカードを予想してしまっ
って、まあ、ちょっと申し訳ございませんっていうまあそんなちょっと反省もあるんですけどもね。ちょっと大阪はちょっと暑そうですね。はい、まあそんなところの現状です。はい、で一応ちょっと最後に1個余談なんですけど、ちょっとこのねオスプレイザックのメインイベントは僕部屋の電気真っ暗にして見てました。僕プロレスで大事な試合、これは集中してみたいっていう試合の時って部屋の電気を真っ暗にするんですよ。そうすると余計なものが目に入らないんで、もう画面越しと集中できるんで、より試合に集中できる環境になるんですよね。まあ、極端な感じでいくと、会場でこう試合を見てる視点と思考がちょっと近くなるって感じなんですよね。現地で見に行くと、もうリング上しかもう見るものがないんで、だから結構試合に集中できて見れるんですけども、やっぱ家でこうワールドとかで見てると、なんかこう家にね、部屋のなんかいろんなこう、ね、物とか障害物があってそれに目をいったりとか、あとまあ気軽にこう携帯触ったりとかして、だからこう集中力がちょいちょいやっぱ途切れちゃうんですよね。だからそれを防止するためになるべくその会場で見る感覚と近い、空気感を作るために、まあ、本気で見る試合は僕電気消して見るんですけども、この試合はメインイベントは電気消してじっくりのめり込んで、のめり込みましたね。はい、まあまあそんなところがちょっと一個余談だったんですけども、はい、まあ、というわけで結構長くなったんですけども、はい、ロイヤルクエストの感想でございました。はい、とにかく素晴らしかったですね。はい、まあメインイベントがもう最高でした。もう何回、今日何回行ったか分かんないですけども、はい、まあそんなところです。はい、はい、というわけで結局今回の動画で何を言いたかったっていうと、この大会が終わった後に速攻大阪のチケット買いましたってこと。